い、先生です。ほい、生徒です。さあ今日も検索してはいけない言葉を検索していくよ。残り1240個だな。張り切っていきましょう。それでは本日最初のワードはこちら。コロッサル、スクイッド。なにこれ？これはダイオウホウズキイカのことでね。その画像が出てくるんだ。どれもんよ。これもんよ。でっか？大きさどんぐらいなん？約12から14メートルで、世界最大級の無脊椎動物として知られているみたい。ちなみにさ、うまいの？引き上げられたらすぐ死んじゃうみたいでさ。すぐに腐敗して、さらに塩化アンモニウムが体に大量に含まれていて、腐敗し、まずいらしい。なんかでかい生き物ってまずいイメージがあるなぁ。ダイオウイカもまずいみたいだし、クジラは人によるけど個人的に美味しくはない。対象はオリイカを一つ。次のワードはこちら。アリキ。なにこれ？これ昔アップされていたホラーフラッシュでさ、当時すごく怖かったのを覚えているよ。どんな話なん？女性が自室でテレビ見ててさ、もうこっぱ？そう、絵柄怖いんよ。そしたらテレビに誰かが倒れていて、そこをまた謎の人物が横切るってシーンが、繰り返し流れていたんだ。ほんでなにこれ？ってなって、部屋を見渡して、もう一度テレビ見たらさ、そいつが立ち上がったの。大地に立っとるやん。ほんで、こっぱ？って思って後ろ振り返ったらそいつがいてさ、逃げるんだけど捕まっちゃってさ、無事テレビの中に、ペルソナ4で見た。当時サムネがこの主人公でさ、怖くて再生できなかったね。化け物かと思ったらまさかの主人公だったのか。構図がとてもよくできているから、ぜひ見てみてください。次のワードはこちら。指でスティック。なにこれ？これおもろくてね。アメリカのダラーストアという店で売られているおもちゃのことでさ、悪魔の杖っていうおもちゃがあるん。そうそう。これがそれなんだけど、カードキャプター桜やん。ぽい何かだよ。いいのこれ？ほんでこの先端に包装紙があるんだけど、それを外すとスティックの中から、笑いながら包丁で自分の左腕を切断しようとしている少女の写真が現れるよ。こっぱ？っていうジョークおもちゃだよ。どんなおもちゃ？次のワードはこちら。2日前、子供の瞳。なにこれ？これはえげつなく心にくるよ。検索するとイエメンで撮られた、餓死する2日前の子供の写真がヒットするよ。何が起きているん？長らく内戦状態でさ、危ないから住居を放棄して、難民状態になっている人がすごく多くてね。物資もとても少なくて多くの子供たちが栄養失調状態になっているんだ。画像検索でヒットするのは、生後5ヶ月の赤ちゃんが、骨と皮状態になっていてこちらを見つめているという写真なんだ。逆に検索してほしいんだけどちょっと衝撃的だから、覚悟を持って検索してください。子供に罪はない。次のワードはこちら。ゆうゆう。なにこれ？これは検索すると謎の YouTube 動画がヒットしてね。チーム MTU っていうチャンネルなんだけど、5本の動画があって、その中にゆうゆうから始まる動画があってさ。なにこれこっぱ？カットしたマッシュルームのような、人の顔のようなものが笑い声が響く中動き回るという内容なんだ。何ですかこれは？わからないけどさ、正直この動画より、別の動画の方が怖いよ。というと、逆再生してタイプマンがコマネチを再現するというものなんだけど、何がしたいん？これがジャパニーズお笑いさ。日本ってすげえ。次のワードはこちら。ホラティオ・ゴードン・ノブリー。なにこれ？これは人の名前でね、イギリスの軍人でさ、マオリ族の品々の収集家でもあるんだ。その中でもモコモカイを熱心に集めていてね。なんだそれ？マオリ族の入れ墨をした頭蓋骨のことだよ。ハンターハンターで似たようなの見た。これさ、頭蓋骨って言うとドクロを思い浮かべるじゃん。まあね。じゃなくて、もう生首に近くてさ、髪の毛も歯もあるんだ。これが実際の写真。やっぱ、セリドニヒアン。画像検索すると出てくるから苦手な人はご注意を。次のワードはこちら。マグロ拾い。あ、これ前やった気がする。そうそう、鉄道の人身事故などで、バラバラになった死体を集める仕事のことだね。確か都市伝説なんだよな。そう、バイトであるみたいな話だけど、普通に駅員とか車掌、警察がするみたいよ。ちなみに画像検索すると、そういった画像が出るから注意だよ。やめて。週刊女性プライムに鉄道員のインタビュー記事があってさ、実際にその疲労作業をやったみたいで、独特の匂いがするみたいで映画とかで殺人シーンとかを見ると、その匂いを思い出すんだって。やっぱ、大変な仕事だよ。飛び込もうと考えている人を救済できる社会にしないとな。次のワードはこちら。モンキーオンザゼアバックス。なにこれ？これは検索するととある YouTube 動画がヒットしてね。最初は、猿のおもちゃがシンバル叩いているんだけど、しばらくすると叫び声とともに猿の顔面ドアップが出てくるよ。びっくり系動画やん。そうそう。ほんでそこには、なんで麻薬って言うんだろうね？っていう、文字が出るよ。何が伝えたいんこれ？ナレーターがヘロイン中毒の人は、背中に猿が乗っているそうです。かわいいでしょ。って言っているみたいでさ、麻薬やめましょうって CM らしいよ。とりあえず、良くないってことは分かった。ダメよ、絶対。心臓が弱い人は見ないでね。次のワードはこちら。金魚草、種さや。なにこれ？これは金魚のような形をした植物でね。はい。結構人気なお花なんだ。ええやん。ほんでさ、花が枯れると皮脂が入っているからが残るんだけど、それが不気味だって話なんよね。見せてみ。これもんよ。こっぱ？下界に産み落とされたホラーマンやん。バイキンマンもドン引きだよ。
こんなん知識なく見つけてしまったら、何らかの儀式だと思っちゃうよ。金魚草さんも、子孫繁栄のために、この思いを届けってやった結果がこれなんよね。そう思うと役目を果たして、もう思い残すことはないって思ってそうなホラーマン。見た目は不気味だけど、頑張って生きているんよ。見た目で判断しちゃいけないな。次のワードはこちら。中国、千代屋、一服。なーにこれ？これクソヤバくてね、とある記事がヒットするんだけど、その内容は、ある日、娘が顔にあざを作って目が痛いと泣いて家に帰ってきたんだって。ほんで、父親はどうしたん？話っこか？って感じで、どうしてこうなったのかを聞いたんだ。その理由は同級生からのいじめにあったみたいでさ。父親は、この子をこんな目に合わせた奴を殺してやると逆上して、近くにあった果物ナイフを持って、すぐさま学校に向かうんだ。え、ナイフ？ほんで、娘の教室に怒鳴り込んでさ、娘を殴った男子児童を見つけるんだ。お前が殴ったんだな？ぶち殺したるって叫んでさ、こっぱ？少年を切りつけようとしたんだけど、こいつヤバすぎだろ？って少年は教室を飛び出して逃げ回ったんだ。そしてトイレの個室に逃げ込んだんだけど、そこで追いつかれて何回も刺されたんだ。やっぱ？追いかけてきた教師らが現場に到着すると、そこには血だらけになって倒れている少年と座り込んでいる父親を発見。少年は病院に運ばれたんだけど亡くなってしまったんだ。ええ？ほんでその画像がモザイクなしに出てきてさ、もう血の海だよ。見たくないです。子供のいじめに対して怒るのは当然だし、殺したくなるぐらい憎むのもわかるけど、さすがに即断即決でめった刺しはやりすぎだよ。そりゃそうじゃ。だからといっていじめは絶対にダメだな。そうだね、ちょっと本当にエグいから検索しないように。次のワードはこちら。ご自由にお使いください。即席。なーにこれ？これ怖い話でね、こんな内容、とある深夜番組でちょっと笑える、シュールな映像とか、そういうのを募集していてさ、よくあるよな。投稿者も応募してみようと思って、動画を作ってみようと思ったんだ。それは、ご自由にお使いくださいって書かれた看板を作って、ロープを一本持ち、郊外の森に設置したんだ。あさっし。そう、即席の講習台を作ったんだ。やっぱ？で写真撮ろうとしたんだけど、看板がやけに綺麗でさ。まあ作ったばかりだもんな。だからしばらく置けば汚れると思って放置していたんだ。ほんで1ヶ月後、見に行ったら、案の定誰かに使われていて、まだ新聞にも出ていないから、未だにあの森の奥で揺られているんだろうなって話。こっぱ？嫌な気分になる怖い話だよね。度が過ぎたジョークによって引き起こされた悲劇だな。次のワードはこちら。パラグアイ、美人弁護士。なーにこれ？これ検索しないでね。検索すると、パラグアイ在住で妊娠6ヶ月の女性弁護士が、マグナムで自分の顔面を打ち、死亡したという記事がヒットするよ。やっぱ？お腹の中にいる赤ちゃんも死亡しちゃってさ、その女性の画像もアップされているんだ。それは、脳や左目が飛び出していて、もうぐちゃぐちゃでさ、大変えげつない状態だったよ。またニティブルーってやつかね？ところが、調べてみると事件なんじゃね？って説もあるみたい。薬の密売人からの報復とか。ええ？とりあえず写真は衝撃的だから検索しないように。次のワードはこちら。テラトマタイ。なーにこれ？これはブラックジャックにも出てきたんだけど、見た目はほぼ肉塊でね、中身は臓器なんだ。解剖すると、脳や骨、髪や歯、手や足などが入っているよ。え、これなんなん？球体の寄生種なんだよね。生きているん？腫瘍だからね、ブラックジャックだと生きていたけど、実際はそうではないんじゃないかな？ちなみに画像検索するとモザイクなしのテラトマタイが出てくるから、苦手な人はご注意ください。次のワードはこちら。少女、浴室。なーにこれ？これは検索ご注意ください。浴室で亡くなった女性の遺体がヒットするよ。普通にダメやん。10代の少女みたいでさ、全身は長い間浴槽に浸って腐敗、様々な穴からウジ虫が這い出ていてさ、冷え。画像検索するとモザイクなしで出てくるから注意してね。これは検索しちゃダメなやつだ。次のワードはこちら。ザ・ハウス・ゲーム。なーにこれ？これはタイのホラーフラッシュゲームでね、幽霊屋敷に入って屋敷の真相を探るってものなんだ。おもろそうやん。面白いよ。びっくり要素もあって怖いんだけど、ちゃんと物語があってよくできているんだ。やったん？うん、まだフラッシュがサポートされていた時にやったよ。びっくり要素のところは音量も大きくなるから、心臓が弱い人はプレイ動画も見ないでね。見ません。ということで前半15個終了。後半はどんなワードがあるのでしょう？チャンネルはそのまま。後半に続く。教えてオカルト先生。さあ後半も元気にいってみよう。やってみよう。後半最初のワードはこちら。ビアファクター。なーにそれ？これはアメリカのテレビ番組のことでね。ええやん。それが全然良くなくて、内容はゴキブリを食べたり、ヘリからジャンプしたり、タランチュラ50匹いる箱の中に顔を突っ込んだり、怪獣であった鉄骨渡りを自転車バージョンでやったり。狂っているんか？それ褒め言葉ね。ステージを3つクリアすると賞金5万ドルが手に入るんだ。今のレートで日本円で700万円か。そう考えたらできそうじゃない？できるか？フィアーファクター、恐怖心がテーマです。興味ある人は見てみてください。なーにこの邪悪な宣伝。
次のワードはこちら。豊田商事。あ、これね。これはかなり有名な日本の事件だよね。金を用いた組織的な詐欺事件のことで、被害総額は2000億円って言われていて、それは衝撃的な事件だったんだ。車のトヨタと関係あるんだっけ？一切ないけど、そこを狙っていてね。車のトヨタ車と誤認識させるために、そう名付けたんだ。詐欺中の詐欺だよな。手口は、高齢者の自宅に販売員が訪れて、偽物の金の延べ棒を机に並べて金の購入を迫ったんだ。ほんで、金を渡さないで自社の金庫に保管しておくと言っておきながら、本物なんて全くなかったんだ。確か、セールス手法がえげつなくて、家に上がると、線香をあげたり、息子だと思ってくれと言って騙したりしてたんだよな。悪質だよね。社長が殺されたんだっけ？そう、社長がいる部屋に男二人が乗り込んでいって、視察したんだよね。ほんで乗り込むところを生放送してたんよ。やばいよな。まあでも、この事件も謎があってさ、未だにネット上で議論されていたりするんよね。というかさ、ここに勤めていた人はどうなったんだろうな。実は一部の人はわかっているんだよね。気になる人は調べてみてください。次のワードはこちら。ターミナル、ゼロゼロ。なにそれ？検索すると一番最初にヒットするサイトのことなんだけど、ラビリンスみたいになっているんよね。サイトが一つの作品みたいになっていて、制作者はアンガスさんっていうみたい。こんな感じに T シャツを販売していたり、本を販売していたりするよ。つまり、個人のホームページってこと？そんな感じ。特にヤバいと思える点はなかったんだけど、激しい点滅とかして目を破壊しに来るページもあったから、そこだけ注意ね。こんなんばっかりだな。次のワードはこちら。アヘノバルブス、ヘノシド。なにそれ？これは検索するととある YouTube 動画がヒットするんだけど、サムネから注意ね。こんなんアルティメット可愛くさせて？やん。五体連結だよ。これはオカルト界の邪悪なる鎖。動画内容はこの化け物が口を上下に動かして、カタカタ言うだけだよ。十二分に怖い。日本のネットでは、この画像のことを可愛くさせて？とか、そう呼ぶ人が多いんだけど、海外ではアヘノバルブスヘノシードっていう人が多いみたい。なんじゃそりゃ。ウィキにはニックネームの名前の由来は不明と書かれていたよ。そんなわけないやん。ちなみに知らなかったんだけど、関連音声みたいなのがついていてさ、これがちょい怖かったから聞いてみてよ。なになに？こんにちは、あなたの名前ハモンですか？あなたは怖いですか？怖いのか？さよならを言わないでください。幼稚肺炎にあなたと一緒になります。こっぱ？ちょい怖いでしょ？ちょいなのか？苦手な人はお気をつけください。次のワードはこちら。未来は素晴らしい。なにそれ？これは検索すると、フラッシュアニメフューチャーイズワンダフルがヒットするよ。ネズフの上とってグループの曲なんだけど、かなり中毒性がある明るい曲調にポップな絵柄でさ、何度も聴きたくなるような良い曲なんだけど、内容はロシアの風刺で、テロについて歌った曲なんだって。テロ？昔、ロシアで爆弾テロが頻発していた時があって、それを風刺して作られたみたいね。これを知ると、例えば一番最初にママって叫び声が聞こえるんだけど、それってもしかしてとか、少女の頭が割れている理由とか、地球を見下ろしているとかの意味深な歌詞とか、いろいろと察する部分もあるから、興味ある人は聞いてみてください。曲がすごくポップなのも逆に怖い。次のワードはこちら。グロバはやめてください。なにそれ？これ検索するとえげつない事件がヒットしてね。横浜港バラバラ殺人事件のことなんだけど、2009年6月に神奈川県横浜市金沢区で発覚したものでさ、犯行グループが、歌舞伎町の麻雀店経営者の男性と会社員の男性を、千葉県船橋市内のホテルに呼び出して監禁したんだ。ほんで監禁された被害者が、家族に電話させてほしい、殺さないでください、せめて殺してから切ってください、そう懇願するんだけどさ、え、やめて、動いちゃダメだろ、切れないじゃないかって言って、生きたまま電動のこぎりで切断、殺害して、共犯者に人形みたいでしょって言ったんだって。こっぱ？許せん。そして二人は解体され、横浜港や山梨県の山中に遺棄されたんだ。うわぁ、捕まったん？ほぼ捕まったけど、一人だけ共犯者がまだ捕まってないらしい。絶対に捕まってほしい。ちなみにキーワードの意味は何だったん？被害者が叫んだ言葉の一つに、風呂場はやめてくださいってのがあったみたい。いやー、これ事実なんだもんな。狂った人は怖いよ本当に。次のワードはこちら。踏切のモラル。なにそれ？これは検索すると、 JR 東日本の踏切事故撲滅キャンペーンの CM がヒットするよ。内容は、パン欲しくてトーマスみたいに聞こえる。不気味な BGM とともに事故を連想させるエヴァ風のテロップや、映像が次々に流れ、最後に、花とモラルって出てくるんよね。怖いなこれ。夜中に流れたら震えるよね。でもこんだけ怖くないと、踏んで終わりそうだからさ。踏切での事故の件数が減っているとはいえ、続けた方が良いかもな。最後の花は事故起きて死人が出て、死者への手向けとしての花なのか？わからないけど、まあそれっぽいよね。あとは BGM がパン欲しくてトーマスに聞こえるんだけど、実際なんて言っているのか気になるんよね。それも気になるしさ、銃だのなあ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 はいい。これの意味も気になる。全く関係ないやん。次のワードはこちら。ひまわりのダンス。あ、なんかトラウマセンサービンビン。肛門の匂いというユーザーが作ったフラッシュ作品のことなんだけどさ、どんなユーザー名やねん。
内容はどこかの屋上みたいなところで、肉肉しい謎の物体がくねくねして踊っていてさ、最後に肉塊変顔マンみたいなやつが、大音量とともに表示されるんだ。これこれ子供の時に見てくっそ怖かった。今見たら笑えるけどね。笑えるか？ひまわりのダンスという一見人畜無害なワードなんだけど、その中身はびっくり系フラッシュだから、要注意です。途方もなく深い意味が込められていそう。もしかしたら、ドッキリ系フラッシュ作ったろ、という精神で作っただけかもしれないよ。謎が謎を呼ぶ。次のワードはこちら。東京、ヒュー君。なにこれ？これ、私みたいに土砂物恐怖症の人は絶対に、絶対に検索しないで。とな、全日本土砂物協会会長兼土砂物評論家の藤森洋介さんのホームページがヒットしてさ、東京23区に吐き捨てられた土砂物を撮影してそれを掲載したサイトなんだ。はいはいボイボイ。道端に落ちているありとあらゆるおゲロ様が、たくさん掲載されていて苦手な人からしたら、かなり不快なので絶対に見ないように。これが東京か。まあ実際割と頻繁に見るけど、体調悪くて吐くなら仕方ないけど、飲みすぎで道端に吐くのはめちゃ迷惑だから、悔い改めろよ。評価コメントで食べ物の名前が出てきてさ、その食べ物を見るたびに思い出す呪詛となりうるから、お気をつけ遊ばせ。おえええ。次のワードはこちら。好奇心、中年女。なにこれ？これは検索すると有名なシャレコアの危険な好奇心がヒットするよ。そういう怖い話があるん？そうそう。軽く内容を話すと、小学5年の頃、学校の裏山の奥地に、友達と秘密基地を作って遊んでいて、夏休みにここでお泊まり会しようってなるんだ。君と夏の終わり、将来の夢。ほんで夜、おやつ食いながらダラダラダベっていたら、外から変な音が聞こえてきてさ、何やつ？って様子を伺っていたら、外に人間がいて、何かの儀式をしているみたいなんよね。儀式というのは？まあいわゆる、牛の国参り的な、呪いな。ほんで、ひょんなことからバレちゃってさ、そいつから逃げる話。おもろそうやん。すっげえ面白いよ。割と長いから暇つぶしにも最適。読んでみます。自分が小学5年生の夏休みに戻った気分でお楽しみください。次のワードはこちら。鳩屋グループ不思議じゃない。なにこれ？これ西日本放送で昔放送されていた鳩屋の CM のことでね。内容は真っ暗の中に女性が出現して、闇の中に女がいたって不思議じゃないって女性のナレーターが話して終わるという意味不明な CM なんだ。こっぱ？これ何を PR しているん？これホテルの鳩屋ではなくてね、もう亡くなった別の会社の CM みたいで、服屋さんだったみたい。待って待って、仮に服屋だったとしてね、あの CM 見て、よし服買いに行こうってなる？ならない。ダメじゃん。でもインパクトはあるから、インパクトだけあるんだろ。それと闇の中に、女がいたって不思議じゃないって言うけど、バチクソ不思議だろ。私に言わないでよ。ごめんね。いいよ。次のワードはこちら。ステファン・ギャメル。なにこれ？これは画像検索すると、アメリカの絵本作家である、スティーブン・ギャメルさんのイラストがヒットするよ。絵本作家か、ええやん。画像がこれです。こっぱ？あれ？でもなんかこれ見覚えあるな。これね、映画にもなったスケアリーストーリーズの中に登場する、クソババアだよ。クソババアは言い過ぎだろ。このクリーチャー怖いんだよな。その他にはこういうダークネスババアとか、使い古されたチャッキーとかいろんな怖いイラストを描いていらっしゃるから、興味ある人は調べてみてください。こういうの怖いけどワクワクして好きよ。次のワードはこちら。オリバーパース、ボーリング。なにこれ？これは検索するとゾンビへのボーリング玉がヒットするよ。っしょ？なんですかこれは？ドイツのアーティスト、オリバーパースさんがテレビ番組のために作成した玉なんだ。どういう発想だよ。どういう発想をしたのかは簡単で、人間の頭の重さってボーリングの玉の12から13オンス程度って言われていてさ、そこに着想を得て、作成したみたい。あーということは、あたかも人間の生首でボーリングをしている感覚になる。ってなアイデアなのか。そうそう、まあ思いついてもやらない人が多いと思うんだけど、オリバーさんは実行したんだね。これはえげつない見た目だけど、おもろいかも。次のワードはこちら。写真モッコス。なにこれ？これはゼノサーガエピソード2に登場するキャラクターコスモスの、限定版ボックスについてきたフィギュアのことなんよね。はい、やん。ところがファンは戦慄したよ。どうして？これもんよ。こっぱ？この作品やったことないからさ、今のフィギュアのレベルではどうなっているんだろう？って調べたら、もうね、全く違ったよ。写真だったん。恐れおののいたよ。血も涙もなさそう。まあ最初はやっぱ？ってなったらしいけど、そのかけ離れた姿からネットに広がり、逆にネタとしておもろいやんってなったよ。数奇な運命だな。最後のワードはこちら。リコの絵。なにこれ？これはウルトラマンネクサスのとあることについてなんだけど、ネクサスのネタバレは嫌だという人はここでブラウザバックしてください。ネクサスって、英雄がオープニングのやつだよな。そう、すげえかっこよいよ。ほんで？リコの絵って？主人公の彼女がいてさ、爆発。その子がリコって名前でね、美大生の設定で絵を描いているんだ。ええやん。実はキスシーンなんかもあったり。まあ創世のアクエリオンの CM よりは茶の間凍らないから。ほんで主人公も、なんかめっちゃええ感じ。こいつと結婚したろって思っていたみたいなんだけど、実はこの子ね、うん、死んでたんだ。は？え？
子供が見る番組だよね。戦慄の設定だよ。ダークメキストっていう闇の巨人の操り人形になっていたみたい。ダークメキスト？ほんでそのリコちゃんの部屋に絵が飾られているんだけど、その一つがコレモンよ。コッパ？なんかこれ見覚えがあるぞ。多分、ショーン・ロビンソンさんの苦悶する男じゃないかな？それだ。こういうのがめっちゃたくさんあるんだ。ネクサスさん。子供たちは泣き、大人たちはドン引き。そして変わった大人たちはニヤニヤする。まあ、こういうの好きだけど。全くとんでもない話だね。全くだ。興味ある人はネクサス見てみてください。ということで30個検索してきたけど、本日のマイフェイバリット検索してはいけないは何だった？リコの絵です。そりゃまたどうして？こういうの好きだからです。そうだね、なんかそのめっちゃええ感じだね。この気持ちは何だろう？窓かマギカを見た時の感覚に似てるかも。なんか、幼児向けのアニメなんかに、すこぶる恐ろしい設定が隠されていたみたいなの。好きなんよね。好きな人多いだろうな。クレヨンしんちゃんの怖い話の回とかも好きそう。正直ホラー映画より、しんちゃんの怖い話の回の方が怖い時ある。トイストーリーのシドの部屋もある意味怖いし、シャキーンの呪いちゃんとかも怖いよね。たまらんね。子供向けアニメでトラウマ級に怖いシーン知っていたら教えてください。待ってます。それでは本日の授業はここまで。ありがとうございました。なあ、喧嘩しようぜ。こいつでなあ。オッカルートじゃんけん。じゃんけん。ポン。僕はチョキを出したよ。ここまで見てくれた人は、なんかその、めっちゃええ感じになります。また見てね。バイバイ。終わり。